Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is Everybody Knows, so get down and get with it. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. ベストを尽くせば全部正解。こんばんは、エブリバディノーズ DJ の東雄一郎です。今夜のエブリバディノーズは、ちょっとね、まあ思い入れのある、まあこう昔のバンドのことを1時間勝手に特集しようかなと、深い理由というか、まあちょっときっかけがあったものなんで、それを1時間かけるという感じで、まあこの本当に今週は好き勝手にやらせていただこうかなと。で、来週からね、またゲストシリーズがちょっとやるやると言いながら、まあ、結構もうこの 3,4 週間こんな感じでマイペースでやらせていただいてますけども、まあやっとこう今年半年分ね、もう7月入りましたけども、整理がついて、まあ、次のタームへっていう感じなのかなと個人的に思っておりますが、それじゃあ今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。オープニングナンバー、これね1985年のナンバーなんですけども、この番組でもおなじみの花田裕之さんのザ・ルースターズ Z の方の時代のナンバーなんですけど、これが今日のキーワードです。ザ・ルースターズ、ネオンボーイ。ネオンボーイ、we'll be right back.
ということで、オープニングナンバーは1985年リリースのザ・ルースターズ Z 時代のナンバーネオンボーイでしたけども、なんでこんなちょっともだいぶ前のロックナンバーをかけるのかというとですね、今日は1時間ザ・ルースターズ Z 時代のナンバーを、まあ、まとめてかけるっていう、まあ、こんなことをやろうと思ってる、ね、今時、まあ、一応公共の電波でですね、そんなないかなと。なぜならば7月の7日この前の水曜日にですね、新宿ロフトで、まあ、原田裕之さんの、まあ、50歳記念のですね、まあ、流れプレミアムライブっていうのが ありました。何かっていうと、まあ、原田さんはルースターズを1980年デビューで、そして88年の解散まで、メンバーがいろいろ変わりながらも最後までこういた人なんですね。で、まあ、僕はそのルースターズの、まあ、リアルタイムで中盤ぐらい、今のネオンボーイかけたぐらいの頃に高校の時で、まあ、それからこうルースターズを知るようになって、まあ、解散の頃までこうちょっとこう追っていくというか聞いていく感じなわけです。でいろいろ変遷があって、まあ、僕もこういろいろ仕事や何やらのところで、花田さんと、まあ、僕の中の一人のロックヒーローであったわけなんですけども、出会うことがあって、そしてまあこの番組にももう、まあ、大体2年に1回ぐらいかな、最近は来てもらったり、そして、僕がもう一人でライブツアーに行く、まあ、ある意味、先人みたいな感じですね、いらっしゃるのが花田さんだと。でその復活のライブっていうのが、Z 時代の、まあ、ライブっていうのはほとんどもう、まあ、実現すると誰も思ってないわけですよ。まあ一部のこう、ロック不安の中ではね評価が高いんですけど、まあ、どうしてもやっぱ大江信也時代のルースターズっていうのが評価が一般的なところでございまして、それがまあこう花田さんの50歳記念でこう、まあ、ある意味オールスタールースターズというバンドに関わったメンバーが大体、ベースの井上富夫さんを除いて10人約入れ替わり立ち替わり出てくるという、で最後には大江信也さんも出てくるっていう、そういうところで、まあ、80年代中期から後期のルースターズのメンバーが、まあ、今は現役でやってない人もいたりするわけなんですよ。でそんな人たちもこう本当にこうねこう今こう当時と同じような感じで演奏できるのか、でまた当時のナンバーを、まあ、花田さんは今ロックノールジプシーズとかソロだったりなんだりでいろんな形態で自分でこう歌ったりしてますけども、やはりその当時のメンバーの中で、どういうふうにそのナンバーをね再現できるのかっていうところに非常に僕久しぶりにこう人のライブを見るのでこうちょっとねワクワクしたわけなんです。なので、あまりこう知られていない、ルースターズ Z 時代のナンバーも22年以上前のものが多いわけなんですけども、これをちょっと検証しながらってわけでもないですけどもかけていこうかなという、もう一曲目、もう一曲がですね、そのネオンボーイに入ってたもう一曲、これは非常にこうギターワークが当時これをねラジオで確か聞いてね、おおなんかこれちょっとサイケデリックな感じでいいなと思ったナンバー、ルースターズ、ストレンジャーインタウン。
て羅針盤を狂わせる僕は ストレンジャーインタウンでしたが、これをナンバー聞いたぐらいの後ぐらいだね、確か選曲結構ねいろんなこう日にちどこで何がライブあったかって結構僕は覚えてたりするもんで、1986年の夏、ヨミルランドイーストというところでですね、アトミックカフェフェスティバルっていうイベントがあったんです。まあ、今はそのいわゆるフェスっていうねロックフェスみたいのがまあややこう盛り上がりも落ち着いた沈静化したところありますけれども、まあ、夏といえば、まあ、ロックフェスっていうような文化にこの10年ぐらいでなってきたと思うんですけども、まあ、ちょっともうよりこう遡ったの二十数年前になるとまあこう大きい野外で何か特設の会場で一日だけ、昼から夜までぐらいの感じのイベントはまあ多々あったわけです、そんな中で、僕がそのルースターズっていうのをまあ初めて見たのが1986年の夏にヨミルランドイーストというところで、ここはまあ最近はそんなにこう多くねそんなこう野外ライブがそんなにやられてないところなんですけども、まあ日比谷野音ぐらいの感じのねキャパシティでここで、まあ、当時のまあこういわゆる骨太のロックと言われていた、まあ、ARB だったりとかそのマシオンだったり、そして、ウィルコ・ジョンソンバンド、そしてあとビリー・ブラックとかね、その後僕がもう割とこう自分の音楽の思考にロックっていうところでこう中心になっていくような人たちがただ出るバンドが集まってたところにこのルーサーズ出てて、で僕はなんかこう高校の部活の帰りにですねその小田急線沿線のまあところで試合があって、その帰りに一人でまあここがねちょっとねこうまあ当時そういうの好きな友達がいなかったなっていうとこ一人で行っちゃうんですけども、制服姿でですね一人で、そのライブ見に行くわけです。そこでそのルースターズのまあ第3期ぐらいのメンバーかな、第2期ぐらいか2期か3期ぐらいのところのメンバーにこう会うわけですね。まあそんなに人もまあ3000人入るのに1000人ちょっとぐらいしか入ってないな、このイベント大丈夫かなと思ったら案の定その
アトミックカフェフェスティバルっていうね、いわゆる反核ムーブメントがこう当時あったんですけど、そのイベントはもうその後はなかったような気がするんだよな。まあそんな中で、1986年でこう見たんだよね、その第2期ぐらいのメンバーのこう、まあ、さっきのネオンボーイなんかは、まあ、ちょうどこう川この大江真也ボーカルのところから切り替わりのところで花田さんもボーカルをやったことなのに、まあ頑張ってみるかみたいなところから、まあもう一踏み込みしたところのこう、まあルスターズの割と早いビートナンバーをちょっと続けてかけましょうか。オーマイゴッドとクリミナルロック。
オーマイゴッドとクリミナルロック、まあこれを古いと聞くかどうか、まあ古いと聞く人が多いかもしれないね。でまあこういう歴史が日本の、そんなにこうメインストリームでないところにもあって、それがこう二十数年ぶりに、新宿ロフトでライブがあって、ザ・ルースターズの中高期のメンバーが集まって、それを見に来る人が500人ぐらいいると。でこれが同窓会っていうよりもね、なんかこうもうちょっとこう軽い感じっていうかね、なんかとにかくこうライブのこう古いこうバンドの復活ライブみたいなところに行くと、まあ当時の人、僕なんかが行ってもまだ若い方だったりするわけなんですけども、が集まるわけじゃないですか。でそこで、集まってる人見ると、このルースターズ Z の客っていうのはですね、お客さんはやっぱりホワイトカラーというか、ちゃんと普段仕事してて、まあ、今日はこう早く上がってライブに行こうというところの感じのお客さんが多かったような気がします。だからちゃんと、なんていうのかな、社会生活をちゃんとその後、なんかこうロックや何かのこうものでね、こう変えていくっていうわけでもなく、なんか普通の生活しながら、ああなんかあいつらまたやるみたいだからちょっと行ってみようかっていう、そんなようなこう感じでね、今花田さんの50歳記念
っていうライブも6月20日にもあったんですけども、そっちはなんかこういろんなこう、まあいわゆる今もこう有名な、有名なっていうかこう現役感のある、ボーカリストたちが入れ替わり立ち替わりで、まあ花田さんはもともとギタリストだから、その人たちのそばで弾く花田さんっていうそういう図式だったんですけど、今回のその新宿ロックとはまあ4時間、花田さんがこう歌うっていう基本的ラインはですね、そういう集まりだったわけなんですけども、で気づいたのがそのこの、ね、さっきかけたそのネオンボーイってアルバムもこの雷っていうのもですね、まだこう花田さん自身がこう歌うっていうことやその作詞をするっていうことに関してあんまりこのこう熱心にというかこうできないでやってなかったのかな、あえてやんなかったのか、ちょっとその辺は聞いてみないと分かんないんですけども、そういう時期だったみたいでですね、作詞がこのサンハウスの柴山敏行さんがこうメインでやってるわけです。で彼のその世界観をうまくこの今聞くとね表現してるのではないのかなと。なかなかこの今自作自演アーティストが基本的なそのロック音楽にの中にあってですね、その作詞家の持ってくる世界観をちゃんとこう自分のものにしてこうやっていくっていうか、そういううまいタッグがねできてたのがこの中後期のあのルースターズだったのではないのかななんて思ったりしますけれども、それではじゃあどんどん曲をいきますということで、その後1987年にパッセンジャーってアルバムが出たんですけども、これはあのジュリアン・コープっていうミュージシャン、のプロデュースで、パリで撮られたっていうなんかよくわかんないコンセプトなんですけども、あのこのジュリアン・コープっていう人は確か2年ぐらい前に日本のねこうロックの歴史を非常に研究していらっしゃる方、今もで、それをねちゃんとこうまあ日本ではもちろんあの翻訳されましたけれども、日本のロックの歴史とはっていうことをですね、ちょっと文献というか著作物にして、出版されたという人が、このパッセンジャーの1987年の頃のルースターズを、プロデュースしてたんです。ではその時のナンバーをじゃあアルバムタイトル曲でパッセンジャー。Yeah.
夜は孤独に逆らわず鮮やかに錆びれた街駆け抜けたあいつの影を追え曲がり角で待ち伏せて乾いた胸を見て汚れた腕すり抜けてあいつの影をだけエブリバディノーズは、まあ、日本のロックの一部の歴史をすごくこう象徴しているようなバンドルースターズ、そして、Z 時代のナンバーを、まあ、この前復活ライブが あったので、そんな、ね、Z 時代のナンバーをかけるという番組は他にねえんじゃないかなと、まあ、これはそういう、企画でございます。今夜は少しずつ僕の知ってる歴史やその所感を交えながらっていう感じなんですけどもね。でこのルースターズやっぱりこのどうしてもその早いこうビート初期の1983年ぐらいまでのメンバーのこう幻影がやっぱりこう当時のロックファンの中にはあったわけなんですけども、やっぱりこう歌う人が変わったりメンバー変わると同じ屋号でまあバンドをがこう引き継がれていっても全然やっぱ音楽的に変わっていくわけですね、当然ながら。でそういうのをこう繰り返していったバンドってこうよく海外にはあったりするわけなんですけども、なかなか日本で、ちゃんと知られてるバンドではそういうことはあんまりなかった、まあ、そういう意味ではこうルースターズっていうのはいまだにですね、その時代時代ごとに根強いファンがいて、で新しいファンを獲得していくという流れがあるわけなんですけども、そんな中でもこの Z 時代っていうのは本当にこう評価そんなされてないと。でも僕はここの Z 時代のところから知ったわけで、なんかここにこう気になるなというものを抱きながらずっと来てるわけなんですけども、大江慎也さんっていうカリスマのボーカリストが辞めてから、で花田さんはバンドをどういうふうにしてこれ背負っていかなきゃいけないの、自分歌ったことないのな、ギタリストなのになみたいなところから、まあこう周りに押し上げられる形でやってったんだろうなと思うんですが、1987年の今かけたパッセンジャーっていうジュリアン・コーププロデュースの後あたりでもうこれバンドもいいかな俺はみたいな、そんな感じになってったらしいんですよね。ででももう一枚なんかまあ当時ね、まあロックもビジネスですからレコードの契約が残っているっていうところで、もう一枚アルバム作んなきゃいけないっていうところで、最後にこう4ピーシーズっていう、これは名作なんですよ本当に。まあ花田さんはギタリスト、そしてもう一人の下山淳さんっていう、ギタリストがいて、でその二人がまあ中高期のルースターズを引っ張っていったわけなんですけどもね、そんな中で、じゃあそのラストアルバムに近づく感じの再現できないジグソーパズルっていうのがあるんですけどもね、これがまあ本当にその解散の頃をですね、1988年の解散の頃を象徴しているまあタイトルナンバーなんですけども、もうジグソーパズルはこうバラバラになってこう元に戻んないですよっていう、そのようなこのまあある意味こうダブルミーニングみたいなね、そういうナンバーだったわけなんですけども、今回は再現できちゃったわけですよ、ジグソーパズルが。そこになんかこうロックも歴史を重ねていくとね、まあ当時のいろんなわだかまりやなんだりとかももう関係なくなっていくっていうね、まあ、続けた人がこう勝ち得られる一つの新しいパズルが完成したんではないのかなと思います。じゃあその4ピーシーズの中から再現できないジグソーパズル。
ルースターズ、再現できないジグソーパズルでした。7月の7日にこう、まあ、七夕の奇跡といいますか、再現できないだろうと思われていたルースターズ Z 時代のメンバーが復活してライブをやってきたと、なんかねこう2004年に、まあ、大江さんが復活したこうルースターズの、フジロックでのライブ、まあ、ああいうですね、なんかこうなんていうのかな、こう期待感はない感じがね、僕は良かったなと思うわけなんですよ。じゃあそんな中でですね、まあまあ、今までこう割といわゆるロックナンバー的なところを届けてきましたが、
この、まあ、最後の4ピースってアルバムの中で、ランドオブフィアっていうね、これもジュリアン・コープが書き下ろしたナンバーなわけなんですけども、これのなんかこうちょっとサイケデリカにゆらゆらした感じがこう、まあ、作品として4ピースってアルバムが非常にこう優秀なアルバムだったなと、その後僕もたまに聴くアルバムだったりするわけです。じゃあ、ランドオブフィアっていうナンバーを。In the land of fear.
ランドオブフィア聞いてもらいましたけれども、このルースターズ Z 時代、まあなんか個人的に思い入れがあったりなんかしたんでね、こんな特集をするのも後にも先にももうないだろうというところでかけさせていただいてますけれども、ちょうどねだからこの最後の 4P シーズが出た頃に僕はこう大学受験浪人生みたいな時代を送ってたわけです。1988年でこうルスターズのこのアルバム出たな、すげえかっこいいなと思いながら、当時カセットでウォークマンでもう予備校の行き帰りによく聴いてたわけなんですけども、でその予備校、ね、が横浜にあったんですけども、その横浜の西区公会堂という、こういわゆるこう公民館的なね、小ホール 4,500 人ぐらい入るホールがあって、でそこにこのルースターズこの解散前のこのメンバーが来るということを知りましてですね、でもチケット持ってないな、買えないな、でもなんか音漏れてきたの聞きたいななんて思ってそこに友達行ったわけです。 でなんかこう音はなんとなく聞こえてくる、でこう搬出入口があって、そこをカチャッとこう開くかななんて思ったら開けてみたらね、開いたんだよね。でこう暗幕がこうホールだから貼ってあるわけですね。でそこをちょろっと覗くと、なんかこう照明がこう入り乱れてる感じのステージが見えたわけです。おやっべ、このまんま入ってったら見れちゃうんじゃないのって思ったんだけど、さすがにそれ以上の勇気はなくて、まあ見れなかった。で当時、88年の夏にですね、そのルースターズ解散ライブっていうのが渋谷公会堂、まあ、今の CC レモンホールっていうところと M ズ有明という、まあ、バブルの象徴のような今の ZEP 東京みたいなぐらいのね、キャパシティのところでこうアンコール公演と2回あったんだけども、両方ともチケットをちゃんと取りに行こうと思ったら取れなくて、と思いながら見えなかったのが、このちゃんとこう22年経って、まあ、小さい規模ですけども新築ロフトで見れたという、まあ、22年のある意味物語だったわけですね、個人的には。であんまり最近そういう場にも僕個人的にも行かなくなってまして、そこでやっぱ10年前ぐらいによくこのエブリバディノーズにブッキングしてくれていたとか、こう関わりのあったこう音楽業界ロック業界の窮地の人たちと、まあ、結構再会することがあったんですね。でもねその人たちもまあ今もなんかこうまあ真面目に生きてるわけです。でも10年前ぐらいとやっぱりこう変わってるのは、なんかこう自分の本当にやりたいロックやいいものを届けるっていう仕事からは離れざ、いろんな状況で離れざるを得なくなってきてるなと。そんな中で、まあ、ちょっとこう、まあ、昔の人たちの頑張ってるのを見に来ようかなっていう、そういう姿勢が、まあ、少なからず僕にもあったのかなというところもありますが、でもステージでは4時間こうバッチリこう、その花田ルースターズやってました。で思ったのはね、いろんな人が入れ替わり立ち替わりゲストも含めて出てくるんだけども、結局最初から最後までやっぱバンドにルースターズというバンドにいたのは花田さんであって、その影となり日向となりというね、そういう風にしてやってるからこそ、で花田さんが今こう一人で弾き語りで流れというので全国回ってるからこそ、こういう風にして、昔の今も音楽活動そんなにやってない人たちも含めて出れるんだなと。花田さんはそんなにこの番組来てもね、多くを語らず、普段もそんなに語らず、なんかもう本当に寡黙なこうクールガイなわけなんですけども、やはりねそんなにもうベラベラね喋んないでもこう自分の意思を貫くっていうこの強さってすげえななんて思いながら、じゃあその花田ルースターズ時代のラストナンバーかけましょう。スタンディングアットザクロスロード、この早いナンバーが僕は当時も今も大好きです。ザ・ルースターズ、スタンディングアットザクロスロード。
ちょうど時間となりました。ちょっと一息願いまして、またのご縁とお預かり。今夜のエブリバディノーズはザ・ルースターズ Z 時代のナンバーをだけをかけました。まあ、最後には大江慎也さんもまあ出たわけなんですけども、まあ、でもこうだいぶね大江さんのありがたみっていうのも正直言うと薄れてきたっていうか、まあ割と2年に1台ぐらいはちゃんと見れるなみたいなね。でも今夜ねこのあんまりにもこのコアなところの、ルースターズのことばかり語ってきましたけども、でもちょっと普通の、まあ、いわゆる大江時代のルースターズ論っていうのはたくさんの人がこう絶賛して語ってるんだけども、 Z 時代のことをこんだけ語るのも僕ぐらいでしょうかね。お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハードでバイバイ。